フジテレビ特ダネの木下と申します。先ほど、佐村浩司さん自身が耳が聞こえないということを感じたことはないというふうにおっしゃってましたけれども、例えば新垣さん自身が何か曲を持っていって、それを佐村浩司さん自身が聞いて、もっとここの音は高くしようとか速くしようとか低くしようですとか、そういった耳が聞こえるといったことに関して何か具体的なエピソードのようなものがありましたら教えていただければなというふうに思うんですけれども。はい、ただいまおっしゃったようなことはありました。私が録音したものを彼が聞き、それで彼がそれに対してコメントをするというシーンは何度もありました。それで佐村浩司さんは耳が聞こえないということを装ってたという認識でよろしいんでしょうか。はい、じゃあ次の方、じゃあすみません、一番前 の、 女性の方。すみません、 NHK の山室と申します。新垣さん、鬼武者の解説書の中でまず出会いのことなんですけれども、佐村浩司さんとの出会いが長野で、佐村浩司さんがたまたま長野に新垣さんのコンサートを聞きに行った際に出会ったというエピソードが載っていたりですとか、彼こそが本当に新垣さんが奇跡の目撃者と書いておりましたけれども、それも全て嘘だったということになるんでしょうか。それとですね、新垣さん先ほど、吹奏楽部のために、作曲したもの、それは彼から図表も何も渡されておらず新垣さんが作曲されたとおっしゃっておりましたけれども、それによってその新垣さんの名前が出なかったとしても作品が世に出ているということで新垣さんにとっては満足感というものを感じられていたのでしょうか。この2点お願いします。CD の解説にあった記述は、ほとんどがやはり、嘘です。出会いはそうではないですですし、あれはフィクションです。吹奏楽の商品のみならず、私は作曲をしましたけれども、作曲をしたので私の作品であるということはもちろん言えるとは思うのですが、同時にやはり一連のそのこの作品というのは彼とのやり取りの中で生まれたものであるという認識を持ってます。次の方、で一番前の女性の方よろしいですか。マイク回してもらえますか。日本テレビの中村と申します。昨年ですね、佐村浩司さんを取材させていただいた際にこういったノート、創作ノートとですね、ピアノソナタの譜面を見せていただいたんですけれども、こちらに関しても佐村浩司さんが書かれたものではないということなんでしょうか。はい、私が書きました。創作ノートは鬼武者の案であるというふうにおっしゃったんです。すみません、この創作ノートというのは模様のようなものでしょうか。すみません、これは彼が書きました。これは彼が、はい、譜面の方に関してはこれは私が書きました。ありがとうございます。じゃあ次の方、後ろのですね、メガネの黒いスーツの方、はい、フジテレビ目覚ましテレビの軽部と申します。佐村浩司さんが書いたと言われていた音楽は被災地の皆さんに非常に多く受け入れられていたという現実がありました。そして比較的最近の作品として鎮魂のレクイエム、ピアノの作品がありました。テレビのドキュメンタリー番組の中で、はい、佐村浩司さんがとにかく曲が浮かばないと苦悩している姿、そして、現場の女川の海まで行って6時間も寒さの中一生懸命曲を絞り出そうとしていた姿、
そしてようやく曲が完成したというところまで我々はテレビで目撃をいたしました。しかしその曲は佐村浩市さんが作っていた曲ではないということになりますけども、新垣さんはそのテレビでの苦悩している佐村浩市さんの姿をご覧になって何を感じたのか、あれは全部演技であったということなのか、それともあそこでは本当に彼は苦悩していて、そこの中で生まれたアイデアを新垣さんに伝えてからあのレクイエムを作られたのか、その辺はどうしても確認したいところです。それからもう一つだけ、共作と佐村浩市さんと新垣さんの共作という形で発表し直さないかという提案はされなかったのか、そういう思いは持たれていなかったのか、この確認をお願いしたいと思います。はい、彼が、そのどのような気持ちであのようなシーンを撮られたのかは私には分かりません。ただ私は彼から依頼を受けてた時に、やはり何か被災者の方のために曲を書きたいとは思いました。あの音楽自体は素晴らしいというふうに私も感じたんですが、佐村浩市氏のあの姿は演技だったというふうに新垣さんはお考えになりますか？私はそう思ってます。じゃあ次の方。もう一つ、あの共作ということに関してのお気持ち、はい、そのような提案をされたことはなかったのかということだけお聞かせください。はい、そのようなことは私からも提案はしなかったです。共作という意識はなかったということでよろしいですか？あくまで彼のゴーストライターであるべきだと思っていました。ありがとうございました。すみません、一人ご一問に限らせてください。では次の方。じゃあ今の後ろの、女性の方。